くらアットさん、ワド頑張ってね。ああ、頑張るよ。いくらさん、ありがとう。いくらちゃんってもしかしていくらちゃんかな？違うかな？いくらちゃんって俺の知ってるいくらちゃんかな？いくらアットさん、そうだよ。マジで？生きてたの？マジでイクラちゃん？イクラちゃんってニコ生のイクラちゃん？頭いいイクラちゃん？兄弟出身のイクラちゃん？違うでしょ？兄弟出身のイクラちゃん？物理学とか詳しい。違うでしょ？そのイクラじゃないでしょ？生主のだよ。違うよね。いくらアットさん、そのいくらじゃない。だよね。ごめんね。じゃあどのいくらなんだよ。そのいくらじゃないでしょ。どのいくらだよ。俺知らねえいくらだわ。いくらアットさん、どのいくらだろ。どのいくらなんだよ。どのいくらだよ。誰だ？いくらアットさん、ワド笑ってる、かわいい。かわいい、ありがとう。よいしょ。いやー、行こう。もうとにかく疲れが溜まってます、僕は。告知なんですけど、映画の助監督募集してますんで。ぜひね、助監督やりたい人、やる気のある人、ぜひ一緒にやりましょう。あ、やる気のになってる。和田監督さん、マジでやる気のある人募集。そんな寒くないな。あったかいね。今日あったかい。やっぱ冬は雲がいいな。冬は雲がいい。コメントの流れ変わっちゃったな。枠取り直したくなかったな。もったいないことしたな。流れ変わっちゃったよ。なんか拾えないコメントとか後半あったのにな。もうちょっとしたら放送できなくなるから。もう15分ぐらいしかおしゃべりできない。笑い男さん、ワド2。はい、ワド2。今から打ち合わせですよ。もう15分ぐらいしたら放送切っちゃうから楽しんでって。もう15分ぐらい。今日銭湯行こう。めちゃくちゃ疲れてる。笹かまさん、お疲れ様。おい、笹かまお疲れ。元気？亀尾さんワドツ。おお、亀尾さんワドツ、いらっしゃい。お疲れお疲れ。亀尾さん、風船を風船ありがとう。おー、にっくん久しぶり。アイスありがとう。無料アイテム配られてるんで、ぜひ無料アイテムください。それ集まると延長チケットになるんで、ぜひお願いします。にっくんさん、アイスをプレゼントしました。アイスありがとう。にっくんさん、アイスをプレゼントしました。アイスありがとう。みかんありがとう。ありがとうね。3種類揃うと延長チケット1枚揃うんで、皆さんアイテムお願いします。無料アイテムぜひぜひ投げてください。船長お疲れ。おはよう。お疲れ様。ありがとうね。うん。銭湯してとにかくもうお金がなくなっちゃって、ちょっと今月収入やばいからガンガンちょっと放送やらないと。全然放送できてなくて生活困ってるよ。マジでピンチだよ。マジで生活できなくなっちゃう。お金がない。みんな支援よろしく。こたつアイテムありがとう。あ、そっか、猫と、あー、ありがとう。にゃんぱちょうさんありがとう。頑張るね。頑張ります。いやマジで頑張ってますよ。もう配信外でもうずっと動き回ってる。なるべく配信したいんだけど、ちょっとね配信できなくて、ただ技術は上がってってるから、レベルはだいぶ上がってってるからね、かなりいい感じっすよ。完成したらぜひ見に来てください。いや嬉しいね。だんだんね応援してくれる人が増えてきてすげえ嬉しい。最初めっちゃぶったたかれたけどね、謎にあんだけぶったたかれてたもんね。めちゃくちゃぶったたかれたよ。もうちょっとしたらね、放送切ります。あと10分ぐらいで放送切ります。これからダンカンさんと会うんで。ヤンパラウッドさん、僕の知り合いはクラウドファンディングに募ってました。俺もクラウドファンディングやった方がいいのかな。ちょっとクラウドファンディングの勉強もしないとね。クラウドファンディングってファイヤーキャンプとかが有名だよね。あれ何割手数料取られるんだろうな。考えないとね。映画楽しいっすよね。まだね見て、もう一回俺がテストに入るの。もう一回俺が一人で勉強で入って、その次に、俺が完璧にまずみんなに伝えることを覚えてるから。笹鎌さん運転士、ああいってらっしゃい笹鎌さん、頑張るよ。で俺が照明のこととかカメラのこととか演技のこととか今勉強してるから、それを一回俺がみんなと集まってミーティングをする。書類に起こして、でそれをなんつうのみんなにシェアできるように文章化するから、でそこで集まって挨拶を兼ねて、やって、で次撮影、みんなで本番。でそこでプロモーション開始。笑い男さん集まる日は何か5話の3次第だね。いやもちろんみんなに連絡行くよ。何月何日予定日何個あるけどどれがいいか。それでみんなで集まって、で一回その手応えみたいなものを掴んでもらって、それを作品にするから。初期プロット作品で、その動画を持ってこういう映画撮るんですとかやっていくから。そうですね、撮影、そこはもう監督の、間違いないですね。多分やってる人だな、この人。にゃんぱらおさん、多分業界の人だな。やってるでしょ。あなたやってるでしょ、そのトークは。もうすぐ分かるよ、コメントの内容で。そうなんですよ、撮影監督と意思疎通。多分この人、役者か、スタッフか、カメラマンかなんか。やってないですか？いやめちゃめちゃ的確なコメントだったんで、なんか携わってません？なんかしら業界に。いやめちゃめちゃ的を得てますよ。やってないでそこまでいった、すごいね。いやめちゃめちゃ的確っすね。全く関係ない映像業界と。いやすごいなと思いますよ。そうなんだよね、スタッフさんと意思疎通でどういうものを撮りたいのか完全共有できないと。でしょ、噛んでるでしょ。じゃないとそこまで回らないもん。でしょ、ほら。そう、特に撮影監督ともうほんと一心同体ぐらいじゃないとダメなんですよね。絶対噛んでると思う。何かしらの業界の人だと思う、この人。頑張らねえとな。僕そろそろね着いたんで、まだ5分、まあいっか。もう僕今から打ち合わせがあるんで放送切ります。で打ち合わせが終わったら放送を回すと思うんで、ぜひ遊びに来てください。多分夜9時以降になると思う。2、3時間多分打ち合わせ入ると思うんで。じゃあ皆さんお疲れ様です。ありがとうございました。ぜひチャンネル登録、フォローよろしくお願いします。おつです。ありがとうね。笑い男さん、お疲れ様でした。うん、お疲れ、ありがとう。お疲れ様、コメントありがとう。